2015年5月17日、韓国の掲示板サイトで、初めての日本旅行を計画している韓国人女性が、このほど、日本の旅行についてどう思いますか?と質問した。女性は、韓国のテレビ番組で、女性タレントが、九州、湯布院を旅するのを目にし、癒しを求め、行ってみたいと考えたという。しかし、日本の旅となったら一番心配なのが放射能。インターネットで調べると、九州は比較的安全だというけど、本当にそうでしょうか?地図で見たところ、危険な場所からは離れているようだけど、子供たちも連れて行くのでと不安を吐露した。これについて、韓国のネットユーザーの反応は2つに分かれた。実家の母が家族旅行で日本に行きたいというのを止めて、今は代わりに東南アジアあたりを調べている。放射能は何年かして影響が出ると聞いた。私も子供を連れて行くので、日本は最初から除外した。日本には行きたいけど、やはり心配で東南アジアを考えている。私なら行かない。子供と一緒ならなおさら。私は放射能より他の天災の方が心配。今度沖縄に行く予定。地理的に福島の原発からは韓国よりも離れているし。でも子供たちの食べ物は持っていこうかと。日本は好きで2回行ったが、原発の後は行っていない。でも韓国だって安全とは言えない。行って住むわけじゃないし、旅行するくらいなら問題ないと思う。湯布院の黄昏時は物静かでよかった。でも自分が気になるなら他のところに行った方がいいね。日本に住んでる友達は大丈夫だと言ってる。ちょうど湯布院に行く計画を立てている。放射能で言えば韓国も安全ではないから、どっちもどっちだと思う。